吉田さん、そういえば Facebook ライブってありましたね。私も4000回くらいやったんですけども、 YouTube ライブの方に移ってきました。まあ YouTube ライブいいですね。いちいちアップロードする手間いらないんで、ちょっと楽になりました。で、画像も Facebook ライブよりも綺麗ですよ。で、なんかやっぱり Mixi ってのもあったんですけども、移り変わっていきますよね、いろんなものがね。で、新しい機能とかバージョンアップするんですけども、やっぱり人は一つのものに飽きて次のものに乗り換えていくって感じじゃないですかね。もしかしたら夫婦もそうかもしれないですね。ですから夫婦ってのはいつも新しい魅力を積極的にね、見つけていったりいたわったり、やっぱりこう心触れ合うっていうかね、そういうふうな新しい刺激を求め合うことが大事なのかなと思っちゃいますね。私も未だにね、もう出会った時と同じぐらいときめいてるんでね、なんか顔がにやけちゃいますね。私はね、もう奥さん大好きなんだなと思いますけどね。はい、それでですね、今日さっき銀行行ってきたんですよ。新しい銀行口座作ろうと思ったら作れないって言うんですよ。それがなんだって聞いたら、一人の人が一つのね、私広島銀行なんですけども、広島銀行で一つの口座持ってたらそれ以上増やせないんですって言うんですよ。支店を変えても。いや、時代変わりましたね。ということでね、私古くから使ってる銀行口座を復活させないといけないんで、その手続きにもう一回明日行ってくるようになりましたね。こうやって一つのものを徹底的に使って整理していくっていうのが、やっぱりコストパフォーマンスいいんでしょうね、きっとね。電話かかってきましたんで、以上でございます。はい、こんにちは。